Truckers X TV on air。We are now live in 3, 2, 1. You know, I take things back what I said about that one thing about no enemies appearing. Yeah, I missed it already. Now there's like more random enemies left and right. But what's good, you guys? Shirako, ZXTV Talk to Rain, and welcome back to another episode of SAO Alicization. Like us in the previous episode, we went to go get... we're not touching a snowy scorpion, gotcha. Previous episode, we went to find the village chief, and now we got the key to the castle that's making everyone mad. Can I please do the thing? Thank you. If I have today's episode, make sure that like button is pushed compared to the channel. いかにもって感じの城だな。うん、恐ろしいことが起きますよって言われてるような気すらするよ。みんな大丈夫？怖いと思うけどついてきてくれるかい？大丈夫です、ユージオ先輩。先輩が行くところなら私はどこへだって行きます。元そば好きですから。でもすごくすごく怖くて耐えきれなくなったら先輩の服の端を掴んでもいいですか？あ、私もいいでしょうか、キリト先輩。それくらいなんでもないよ、いくらでもどうぞね、キリト。まあもちろん、でも無理はしてほしくないから、本当にもう嫌だってなったら遠慮せず言ってくれ。メディナは？私が先陣を切る。怖くなんてないんだからな。オルティナの助の者として恥ぬ振る舞いよ。お、頼もしいな。じゃあ俺メディナの服の端つかめ。おいダメだ、キリト、今つかむな。そしてお前が先頭を行け。私は後ろを守ってやる。お前に服をつかまれると思うと やりにくい。そうか、じゃあ頼もうかな。俺はあんまり気にしない方だから。メディナはつかみたくなったら俺の服つかんでもいいぞ。うん、すごく怖くなったらな。その時だけな。ありがとう、キリト。No map, as usual. I don't think it matters which way we gotta go, just as long as we get up the stairs. Go through this place. Open. Got me messed up here! You would be gone. Why did you just jump like that? Get on out of here!This is trophyism! Get the experience points what we need, because you never know, the boss battle could be level 95 whatsoever. But better do it now. Yu-Gi-Oh, stop doing what the heck you're gonna do!
Thank you. Why did it have to be like the first thing that appeared right in front of us? Is there something underneath? Who are you fighting?Stop. Well, the bat's not directly coming at us, so... Medina, what are you doing? Thank you. You're not finding anything at the moment, so you're good.Thank you. Open the door. What the heck? いきなりなんだ?光が見えない。それに頭が朦朧として。みんな離れるな。ロニー、ティーゼ、ユージョ、キリト。ユージョ先輩、ユージョ先輩。ユージョ。Hey, Yuji, where the heck did you go? Hello? ここはみんな無事か。キリト先輩、よかった。目を覚ましたんですね。ロニー、ティーゼ、メディナもいるな。ユージョは？それが見当たらないんです。私たち城の中にいましたよね。突然光に包まれて、それからどうしてこんなところに。ユージオ先輩だけいませんし。単独行動はなしにしようと話したわ。ユージオがそれを破るわけがない。きっと何かの要因ではぐれてしまったんだ。探さないと。はい、助けを求めてる状況だったら一刻を争いますから。それとあの城にはやっぱりおかしな仕掛けがあるんじゃないでしょうか。調べる必要があります。ああ、そうだな。まず自分たちの状況を確認し、体制を整えよう。それから勇士を探し、城のことも再調査だ。ティーゼ、大丈夫だ。あいつの強さを俺が保証する。今頃あいつも無事で俺たちを探してるって。早いとこ見つけてやろう。はい、キリト先輩。とりあえずフィーディスの村にまた行ってみましょうか。村長さんが何かあれば頼ってとおっしゃってくれていましたし、訪ねてみましょう。You can't trust. Oh my god, I swear to god. And now the journey from point A to point B is really long and ambiguous. As I'm gonna smash these horseshoe crabs with this axe of mine. Go for it. We need the experience. This, Diastropiumism.
Next! Up! Up! Bring it down! Get the heck out of here, I'm wasting time by 2 minutes. What chess? Wild rose, we take those. Isn't that just a regular item? That we could just get anywhere? Alright. How come we can't fast travel? I'll never know. It's just right there unless we're stuck in the illusion. We can see that all the way over there. He's right there! Go! ですかな。私はフィーリスの村の村長です。実は困っていて、お借りした鍵で城へ入ってみたんですが、気がつけば城の外に。自分でも言っていて変なのは分かってるんですけど、今までにそういう事例はありますか？何のことだか。いや、謝っとく。そもそも人違いをされているかと。私はあなた方とは初対面ですし、城の鍵なんて渡していません。城は常時民のために開かれています。悪夢の城が？入ると危険だから鍵を管理していたのだろう。悪夢の城？どこのことでしょう。ここで城というなら青原城です。青原城におわす王様は誰にでも手を差し伸べる素晴らしきお方。これはご存知ですよね。青原町。あなた方は一体どこから来たのですか？何かがおかしい。全く同じ場所のはずなのに、まるで中身だけごっそり別のものと入れ替わっているような。俺たちはセントラルカセドラルから来た剣士です。俺も尋ねたい。ここには、この世界には氷教会は存在しますか？何ですかそれは。 I think that's how it got its name, the Nightmare Castle. セントラル氷教会？皆さん、私をからかっているんでしょうか。もしそうなら、お引き取りください。これでも忙しい身ですので。驚くべきことに、どうやら俺たちがいる世界は、元いた場所とは違うようだった。断定したくはないが、そう考えないとおかしいほどのズレが、この世界にはある。聞き込みをした結果、いろいろわかった。まずこの世界には貴族制度がない。転職もなく、望めば好きな職業になれる。自然資源が豊かで、飢餓はなく、病もほとんどない。村の人が言うには、それもこれもすべて青原城にいる王様のおかげということらしい。村の人たちは、何かあれば王様に会いに行けと口を揃えて言う。俺は散りばめられたいくつかの事柄が、どうしても一人の少年に繋がっているようにしか思えなかった。ユージを探そう。それとこの世界のことももう少し調べた方がいいと思う。また別のアンダーワールドとよく似たシミュレーション空間に転移した。
いや、まさか。賛成です。お城も気になりますが、その前に他のところにいないか確認した方がいいかもしれません。なあ、あと一つ確認したいことがある。ひとまず外に出てみよう。おじが生還者の若者、膝掛けをくれたおばあさん、ユージオのことを覚えているか確認を取りたい。ユージオ？そんな人いたっけな。いたような、いないような。王様の見た目と似ているのね。王様も亜麻色の髪をしたとても素敵な人なのよ。みんな、雪だるまの道へ一度戻ってもいいか。確かめたいことがあるんだ。構わないが、ユージを探しにか。いや、きっとあそこにはいない。それとは別に実験したいことがある。何かに阻まれているなあ。道が見えているのに行けないよな。わあ、ゾッとする。どういうことなんだ。一体何なんだこの世界は。一つ仮説を立てる。この世界が俺たちの世界とは違うことは確かだ。非常に似通ってもいるけど違う。決定的なのは氷協会の存在がないということだ。この世界の成り立ち、歴史からしてそれがないということはありえない。ここは別物、作られた空間だよ。俺たちはそこに迷い込んでいると俺は推測している。そして別のシミュレーション空間でもない。実際にアンダーワールド内で起こっている現象のはずだ。作られた空間、どういうことだキリト。もっと分かりやすく言ってくれ。そもそも俺たちが行ったのは悪夢の城だ。生存者の人の話を思い出してくれ。精神に干渉する何かが仕掛けられているんじゃないかという推測は最初からあったよな。ああ、だからこそ慎重に行こうと話していた。精神干渉じゃなくて、これは夢、幻覚を見せられているんじゃないのかっていうのが俺の仮説だ。夢
夢って寝るときに見るあの夢ですよね。じゃあこれは私の夢ってことですか？だって私は自分の頭で考えていますよ。俺もだよ。だから集団幻覚に近いのかもな。集団幻覚？キリト先輩、すみません、言ってることがわかりません。うん、ごめん。わかりやすく言うな、おそらく本当の俺たちの体は多分ちゃんと悪夢の城にいる。俺たちは寝てるだけなんだ。みんなで同じ夢を見ながら寝ている。きっと今まで被害に遭った調査隊も同じ状態に陥ったんじゃないかな。それも悪い夢な。集団幻覚。ちなみにその場合、調査隊の大勢が死んだことはどう説明する？悪い夢を見て互いに殺し合いをしたと？いくら幻覚といえど禁忌目録に違反するぞ。そこが俺の仮説の最大の問題であり、ちょっと考えたくないところなんだが、これさ、夢を見ている間に第三者に殺されてるんじゃないかな。だって寝てる体なんてやりたい放題できるじゃないか。キャー！早く起きなきゃじゃないですか！そうなんだよ。おまけにだ。じゃあこんなことをできるやつって誰なんだろうってなるよな。すごい神聖術の使い手とかですか？いや、本当の世界では殺人は禁忌だろ。だからさ、これそういう風に人を争わせるような夢を見させている化け物とかがいてさ、今も夢を見ている俺たちを食べようとしてよだれを垂らしているんじゃないのかな。って言ったらみんなどうする？だよな、そういう反応になるよな。先輩はどうしてそんな冷静なんですか？その冷静さも怖いです。解決に至るには冷静になれなきゃいけないって必死なだけだよ。内心俺だって叫び出したいって。あと一つ希望があるからかな。希望？この夢、幻覚は特定の誰かの精神世界が強く影響されていると思う。格差や不自由のない理想な世界、青原城。ユージオ先輩。そう、幻覚といえど誰かの思考を下敷きにしないとここまで作れないだろ。思考を広げて幻を作り上げ、その中に他の人間も放り込み混乱させているとしたら、母体とされているユージオをどうにかできたらみんなで一気に覚醒できる可能性はないかな。現状それくらいしかやれること思いつかないんだよ。村の人の話から推測するに、黙っててもそのうち目覚めるくらいの幻覚なんだろうけど、その時はもうボリボリ食べられてる。内側から起きられる行動を取らないと。お前の考えることは突拍子もなさすぎて私には全てを理解できないが、とにかくユージを探せばいいんだな。探しましょう。私もしキリト先輩の言うことが本当で今食べられてしまう状況なら、せめて私ユージオ先輩を見つけてから死にたいです。別れたままなんて嫌です。死ぬ前にユージオ先輩に会いたい、会いたいです。ティーゼ、ティーゼ、ごめん。それにみんなも、俺みんなを不安にさせた。守る立場なのに自分の中だけでとどめておくべきだった。いいえ、そんな。キリト先輩ごめんなさい、取り乱しました。先輩は悪くありません。冷静でいてくれる人が必要です。そうだぞキリト、こういう時こそ情報を共有して一致団結しなくてどうする。お前は悪くない。それに私は守られる立場ではないぞ。
とにかく行ってみましょう。青原城へ。そこにユージオ先輩がいるかもしれません。Can I at least, like, teleport to that place? No? Okay, hold up! We'll be right back. Like, comment, subscribe. Shrek is like, oh god. Shrek is like CB and I'm signing out.